デイリービルの山根です。白川さん、よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマは野党、国民民主党なんですが、はい、9月16日毎日新聞です。元国民民主党参議院議員の矢田和歌子氏の首相補佐官就任を受け、共産党からは立憲民主党との連携強化に期待する声が上がったと。立憲に代わる野党第一党の座を目指す日本維新の会は、動揺する立憲の隙を突くチャンスを伺う。共産党の小池晃書記局長は15日、毎日新聞の取材に、国民民主が政権にさらに一歩接近した補完勢力としての立ち位置がより明確になるのではないかと語った。岸田政権は野党の切り崩し、与党への取り込みを狙ったが、もともと私たちは国民民主は野党ではないと言ってきたので、野党分断にはならないとも述べたということなんですが、これは焦ってるんでしょうかね。そうですね。この矢田さんが首相補佐官に就任したというだけのニュースなのに、はい、野党がものすごく騒いでるんですよね。これは大変なことになるんじゃないかと。で、共産党幹部がね、立憲はいい加減国民民主への片思いから目を覚ますべきだと言ったと、はい、で泉代表が共産党のこう選挙協力に否定的なので、うん、かなり共産党って焦ってるんですが、うん、この立憲民主が自民党に接近している証左だろうということで、この矢田さんの首相補佐官を受けてるもんだから、今のこの隙になんとか立憲民主党と共産党がくっつきたいと、うん、こっち来てくださいってことを、はい、言ったってことですよね。まあ、前提としてこれ元参議院議員ですから、これ国民民主党とは全く関係ない、ただの一般人というか民間人なわけですね、矢田さんは今。本来はね、はい、そうなんです。で、まあ、その、まあ、まあといってもね、自民党の中にはそういう、うん、まあ、思惑はあるでしょうけれども、うんうん、プラスこの前の9月2日に代表選ありまして、ね、それで、はい、玉木さんが前原さんに勝ったじゃないですかね、うん、玉木さんは野党結集、うん、つまりまあ共産党まではいかなくても、うん、立憲民主と手を組むっていうのはね、はい、あり得るという人だったんで、はい、玉木さんはどっちかというとね、自民、うん、で連立まではいかなくとも、うん、まあそのね、与党と、まあ、一つ政策協力なりなんなりを別にしても問題ないんじゃないかというスタンスだったんで、うん、はい、そこで完全に国民が、うん、自民寄りになったことでこういったね、うん、動きがあるんでしょうが、はい、まあ、共産党は、まあ、焦るのは分かるんですけど、例えば維新はどういうスタンスなんでしょうかね。はい、維新はね、一応その藤田幹事長が声明出してますんで、はい、これを読んでいただくと分かるかなと、ね、連立入りを想起させる人事であり、電気連合の元組織内議員が閣内に入るのだから、何かすごい動きをしていると誰もが思う、どういう展開になるか見定めたいと。はい、これね、まあ、要するに前原さんが、玉木さんに敗れてしまったと、はい、で前原さんは維新との連携に協力的だったわけですね、前向きだったわけですよね、はい、この維新と前向きだった人が負けてしまって、やっぱ玉木さんが引き続きやると、はい、でこの玉木さんの、国民民主のバックボーンってなんだかんだ言って連合なわけじゃないですか、はい、つまり労働組合なんですよ、で労働組合の票というのはある程度のまとまった票数というのが期待できると、ここと選挙協力したいという党は当然ある。そこに自民党が選挙協力してしまったらものすごく困るわけ、はい、うん、これは維新もそうだし、あるいはまあ立憲もそうですよね。でも一番困るのはやっぱ公明ですよね、うんうん、で、公明党っていうのはやっぱり創価学会の影響力というのをこう大きくしたいんだけれども、ここで連合の影響力が入ってしまうと相対的に小さくなってしまうわけです。薄まりますからね。薄まります。そうなると公明がこの件に関しては一番焦ったはずです、うん、はい、それこそ岸田内閣こう改造があったじゃないですか、はい、そこでぶっちゃけ、まあ、玉木さんがね、もしかしたらこの内閣改造で、うん、まあ、なんかこう何かしら国民民主と自民の連携の動き、それこそなんか閣内に入るとかね、はい、そういうのももしかしたらゼロじゃないと、可能性としては、うん、みたいな話もあったみたいですけど、結局それ自民側から引っ込めた格好なんですよね、うん、と言っても、で吉野会長はやっぱり玉木氏には釘を刺してるみたいなんですよ、はい、うん、そうですね、うん、自民には絶対入っちゃダメだ、 そしたらまあ支援はできないぞと、うん、やってるけど、それは表向きじゃないですか、うん、だってあの連合って要するに何のためにあるかというと、雇用を守ることと賃金を上げるためにあるわけですよ、うん、はい、でこれまで労働組合が賃金上げてきました、この30年、うんうん、ずっと負けてきたでしょ、経営者に、はい、で結局賃金上げたのは安倍さんですよ、だから安倍政権時代は、うん、切って連合の中でも過半数は自民党に入れてたっていう話ですね、うん、だから今その連合の組織力みたいなのがどれほどこう、うん、SNS 時代というかね、うん、において機能してるのかっていうのも、それも甚だ疑問ですけど、そうすると、ね、いや結局ね、その、はい、
働く人にとってはやっぱ雇用を守る、はい、賃金を上げてくれるっていう安倍さんが頼もしかったわけですよ、そこで、はい、立憲民主じゃないんですよ、まあ、だから国民を使って賃金を上げるって言ったらやっぱりその中の人たちは、はい、連立になって入って賃金もっと上げてくれと、玉木さんよろしくっていう気持ちは絶対あります、これは、まあ、要するに自民党と連合しちゃうとちょっと自分たちの存在感がなくなるというデメリットはあるんです、これは小さくないデメリットなんだけど、大きいデメリットは労働組合の本来の賃金を上げるという、で今の日本 の、 その経済構造として実は首相が一番賃金に対するあの発言力があるという事実があるわけだから、中に入るというのは実は多くの連合の人たちの願望でもあるだろうというふうに想像できるわけですよね、はい、でこれ、どうぞ。でこれ世の中がねどう受け止めているのかということなんですが、はい、これ9月18日産経新聞社と FNN 合同世論調査ありましたフジテレビですね、はい、連立政権に国民民主が加わる案でこれ賛成が 40.6% で、反対が 40.2% で拮抗していますと、でそれで賛成するというところにはやっぱり自民支持層は 52.1% 公明支持層の 28.6% 差がありますね、で、はい、国民民主支持層も6割程度、はい、だから国民民主支持層が6割賛成してるんですね、で立民が 24.8 維新が 24.4、はい、無党派が 39.4、はい、これは公明立民維新というのはやっぱ反対なんですね、で一番待望してるのは国民民主の支持者、次に自民党の支持者ということになります、はい、で国民民主の支持者っていうのはさっき言った通りですね、自分たちの政策を実現してほしい、特に賃金を上げてほしいと、自民党としてもそうですよね、今公明党に引っ張られてなんかリベラル政党になっちゃったんだけども、この公明党の影響力を小さくしたいと、で逆に公明党は影響力が小さくされちゃうから入ってほしくないっていう、ここが如実にこう数字に表れてますよね、はい、でね、そうなるとこうやっぱりこれ玉木さんに関しては私はおそらく3年以上前から応援してたっていうか、この人が、まあ、日本政治におけるキーパーソンになるだろうっていう思いはずっと抱えてたんですよ、これはまあ山根さんと一緒にやってきてご存知だと思うんですが、で当時はまあ山根さん嘲笑していたと思うんです嘲笑というか、いや嘲笑と言ったらちょっと一息が悪いな、私もね玉木さんって、はい、玉木雄一郎を信用できるか問題っていうのはこれ永遠のテーマなんですけれども、まだ 100% じゃないですよ、信用してないですよ、これまだ何回も言ってますけどね、まあ、その理由はまあ省略しますから、分かりました、いや、結局ね玉木さんがやれるかどうかはともかく、玉木さんがキーパーソンになるっていうのは間違いないと思ってたんですよ、この流れだと、まあ、要するに安倍さんがお亡くなりになったんで割と思ったより流れが早くなっちゃったけど、やっぱりこうなんていうんですかね、こう重しになる人っていうのがいないと、それはあの東京都のそのなんていうのかな、議会 都議会がそうなんだけれども、今都議会って公明党の力がすっごい強いですよ、要するに、都民ファーストっていうのは、まあ、割と新しい人たちが入ったと、だから結局ベテランが多いところの公明党の議員に頼っちゃうわけですよね、そうすると結局都民ファが、大きかったんだけれども、やっぱり公明党の、リーダーシップというのが強くなっちゃったと、で今はちょっと自民党が強くなっちゃったんで少し流れ変わったんだけど、公明党ってそういうふうにこう強いところについて自分たちの影響力を増すというそういう戦術を取っているわけですよね、国政においてもそうですよね、ただここでもう一つの、核というのが出てくることによって非常にこう計算が狂うということがあると、そこでやっぱりキーパーソンってやっぱりもう玉木さんしかいないですよ、これ消去法でね、だから日本の政治をもう一回こう、国土を守るとかっていう保守政策にするためには玉木さんみたいな外から、保守的な影響力を与えられる政治家っていうのはもう絶対的に必要なんですよね、中じゃダメな部分っていうのがあるから、だからもうその通りになってきたなというふうに思います。あとは玉木さんがどのポストを狙うかです、それはまあ個人的には財務大臣になってほしいですけどね、ところがね、もっとすごいことを言った人がです、9月16日の産経新聞にいらっしゃいました。平井文夫さんですね、フジテレビ上席解説委員ですね、玉木雄一郎代表が10日のフジテレビ日曜報道ザ・プライムに出演し、連立政権入りした場合に臨む大臣ポストについて問われ、総理大臣と続投したのを見て俺のコラム読んだなと思わず叫んだと、でその4日前の夕刊フジに筆者平井さんが書いた
玉木代表は自民党の誘いに乗るなというコラムで、自公が総選挙で惨敗して過半数を失った時に連立に参加するならいい、ただし条件として首班、つまり総理大臣を要求すべきだ、うん、と書いたからだと、うんうん、で玉木氏が首相になるのはそんなに荒唐無稽な話ではない、直近の内閣支持率は NHK の最新調査で 36% と下げ止まったようだが、自民党の政党支持率は 34.1% で政権が持たないほどひどくはないが解散したくなる数字ではないと、はい、これね、私シナリオとしては面白いなと思うんですよね、うん、次はね、おそらく私も自民は惨敗すると思います、うん、これは、共産党とか公明党もそうなんだけど、既存政党に対する信用度とか、あるいは秋が来てるとかっていうところで、票が取れなくなってるんですね。これは私が地方の選挙にコミットしてよく分かったんです、うん、今既存政党に対する産んでる感じっていうのがあります、うん、そうすると、ここでね、自民が惨敗しても例えば国民と組んでっていうことになると、これ支持率ぐんと上がるんだけども、うん、玉木首相っていうなるとかなりフレッシュでしょ、うんうん、そうなると結局まあそれは政権交代になっちゃうんだけども、まあ、事実上は自民党の政権なんだけどみたいな状態になるんだけど、うん、この面白さっていうのがあると、関心が高まるじゃないですか、うん、これによって自民がまたこう勢いが出るっていうのがあるから、これね、エソロガオトとは思えないんです、うん、はい、玉木さんが本気でこれを狙うことは私は可能だと思います。可能性低いですよ。10% とか 20% ぐらいだと思うけど。いや、10% 20% あります。くらいはあると思います。1、2割あると思いますよ。いや、ないと思いますけどね。ゼロ。いや、ゼロとは言わないですけどね。もちろんそういう村山富市政権みたいなことがあったんでね。うん、けども、そのいい、ちょうどいい議席のバランスとかね、うん、いろんな差配があって、うんうん、まあもし、いや、私が10っていうのは、公明党が大反対するからですよ。ええ、うん、ただもう自民公明党も 大惨敗すれば、うん、このことっていうのは私は可能性あるから10、20はあると思いますよ、はい、うん、だから平井さん面白いこと言うなと思いました、うん、総理大臣、はい、まあ、なかなか、ね、難しいとしてもやっぱ財務大臣、うん、まあ、財務大臣もまあなかなかのポストじゃないですか、重要、はい、ポストなんでね、うん、そこを玉木雄一郎氏に挙げるかっつったらあれですけど、はい、それこそ対中政策と、うん、いわゆるこう経済財政政策、今、はい、自民党を批判されてるわけですよ、特に保守派から、はいはい、そこでやっぱ公明党がだいぶこう足引っ張ってますよね、うん、そこで公明党創価学会の影響力を削ぐことができればいいですし、プラス、はい、玉木さんがね、直にこの例えば財政出動である、例えばトリガー条項の話とかって、あんなん簡単な話ですよ、うん、すぐにはできないかもしれないですけど、まあ、決断次第でできる話なんでね、はいはい、そこで、まあ、少しでも、うん、なんだろうな、保守を満足させてくれと思うわけですよ。そうですね、結局その財務の方なんですね、玉木さんが力を発揮するとすれば、うん、ええ、でこれね、連合 の支持というのがあるというのが結構大きいんですよね、うん、連合ってもうさっきも言いましたけど、賃金を上げろと、とにかく、うん、そこで財務大臣とかってやるっていうのは大きいんですよね、ええ、うん、だから、まあ、首相はさすがにちょっとエソロごとに近いかもしれませんが、ええ、そっちの計算とかね、財務とかっていうのは可能性はもっと高まりますよね、ええ、はい、だから私はやってほしいですね、ぜひ、はい、はい、というかこの知らない資料しかないと思ってますもう、うん、日本政治の復活、うん、あ、ちょっと言い出してからもう3年以上経ったのかな、なんだけれども流れは来てるかなって気がしますね、はい、うん、玉木さんもこの50万人ね、登録者数達成するまでに結構扱ってきましたが、はい、最初は、はい、ずいぶん評判が悪かったですが、加計学園問題のね、はい、安倍さんに対するマスコミと一緒になって追及してたっていう、うん、あれがあるんでね、はい、ですけど、まあ、徐々にね改心したのか分かりませんが、うん、まあ、例えばコメント欄とかね見てても、まあ、評判良くなりましたよね。そうですね、私もやっぱり SNS 戦略が結構功を奏してますよね、うんうん、玉木さんとあと新葉和也幹事長も、はいはい、なかなか面白い人じゃないですか。そうですね、だからね、私ね実はね、うん、首相補佐官は山尾さんだと思ってます、ずっとしおり、うん、山尾しおりさんがだから辞めたんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、それは全然全くの、見当違いでしたけどね、うん、まあ矢田さん悪くないじゃんっていう感じはしますね、うん、はい、といったところでね、はい、引き続き国民民主がキーになるというところで注目していきたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。